22日のフジテレビ、さんまのお笑い向上委員会では、芸人長野が陣内智則をテレビ芸人だと評した流れで美炭さん、お利口なさると国評をエスカレート。いじらてでも笑っていた陣内が、突然、お前、芝居太郎か、と立ち上がって長野を追いかけ回し、髪をつかんで引き倒す騒ぎとなった。髪をつかんで顔の上で、ずっと、そう思ってたんか。多い。 と絶叫、スタジオは、猿が暴れたと爆笑し、明石やさんまが大喜びした。両者が離れると、さんまが長野に、謝ることいらん、テレビやし、思ってるいこと言った方がええよと煽り、長野が、さすが猿ですね、ワンパターンゲー、テレビショーじゃなかったぞ、目の色がと言い放ち、毎回、陣内が、うわぁ。とつかみかかる展開となった。ネットも、 陣内マジ切れで放送事故陣内 vs 長野ヒリヒリしたなぁ陣内怖い陣内マジ切れしてる W 陣内切れた W 今月人笑った W 陣内と長野 W 陣内 W すっごい跳躍力 W 陣内が怖いかい陣内マジで猿やんと笑いや驚きの投稿が集まった収録が終わりさんまが退場した後に 陣内と長野が仲直りする様子も放送された。